えー、ハッシーですイエーイ元気ですかノリノリですか <laughs> これから大答やっていきますよねえ、三人に一人しかワクワク乗り越えられませんよ <laughs> ね。はい、えー、ハッシーの一人ごとをちょっと話していこうと思います。 えっと、実はですね、今日、あの、この後、近くの阿波のコミュニティセンターというところで、えー、約10人ぐらいの人が集まって、えー、またこういうその、えアセンションの話だとか、スピリチュアルの話で、みんなで盛り上がってきます。とても楽しみです。えー、正直言いまして、交通事情が非常に悪い。ね。うん。そして、あの、みんながね、簡単に来れるような、そんな場所じゃない。うん。 えー、千葉県の鎌ヶ谷って意外とね田舎なんです、うん、隣が柏反対は船橋ねそしてちょっと離れると松戸この3つが、えー、まあアクセスもいいそんな中にあって鎌ヶ谷って乗り換えもしなきゃいけないで駅からまた15分ぐらい歩かないと公民館に着かないわざわざそんな不便なところをあえて最初の僕の活動のスタート地点にしてますはい これね、わざとやってます。<laughs> なぜ少しずつ、少しずつあの、この輪が広がっていけばいいと思ってるからです、うん。えっと、そして、あの、なんだろうな、僕もそうだったんだけど、であの本当に魂が求めてる時、うん、真実を求めてる時、自分の生き方を求めてる時、探してる時ってね、あの距離の壁を超える。時間の壁を越える。 なぜって話をしたくて仕方たない話を聞きに行きたくて行きたくて仕方がない、うん、そういう衝動に駆られるんですはいこれね僕ずっとそうだったでしょ33歳から40歳ぐらいまでの間もう好奇心だらけでえこんな人があそこにいるこ,ここにはこういう人がいるっつってはもう日本全国あっちこっちもう家庭のことを振り返らず あのいろんなとこ行ってました仕事だと言って、うん、仕事で出張っつって出歩いてた <laughs> まあ当時はね自営業だったからそういったことできたんだけどねまあそれでもね、えー、と8年後には倒産しちゃったけどね倒産というか、まあ、あの店じまいだねどっちかっていうと、うん、で,、えー、となん,でなんで僕こんなことを言うかっていうと えっと、魂を磨くとかね、<laughs> アセンションしたいとか、うん、あと僕は常々よく言う、見たま磨けよとか、先進しないとダメだよとかって言うんだけど、ね、結局最後は全部自分でやるんだよ、うん、自分。そしてね、あの僕はもう何百人っていう人を、この先進の話とか見たまの話とか、アセンションの話ね、この20年間いっぱいしてきました。そこで僕が得たものです。 これ、経験上言います。経験上。過保護はダメ、うん。こっちから良かれと思っていろんなことを教える。うんね、次から次へと、ね、A が分かったら B、B が分かったら C っつって宇宙の法則をどんどん話していく。うん、そういう時期もいっぱいあった、うん。でも、そういう人は結局今、僕のそばにいない。いないんだよ。うん それよりもある程度ほったらかししてる人の方が、うん、なんだかんだ言いながらあのずっと僕との縁がね続いてんの、うん、不思議だよ、うん、でもあのこっちからあのいろんなことをあえてあのこうなんだ宇宙ってこうなんだよ輪廻ってこうなんだよ、うん、生まれ変わりってこうなんだよなんて言わないよあんまり向こうからあそういえば橋本さん 先進って言ってましたけど、ちょっと、あれって何でしたっけとかさ、うん。ご法度の心って何でしたっけとか、チャネリングって何でしたっけって言ってきたときに、ああ、それか、つって、うん、それこ、こ,こういうことだよ、ああだよ、ああだよ,あだよあ、そうだよ、ああだよって話していく。ああ、そうだった、うん、わかりました。うん、何、興味あんのみたいな。うん。それぐらいの軽い感覚で、あのー、言った方が、結局、そういう人たちの方が、 すっごくその後ののんていうかな魂の学びの探求が非常にいいこれね例外がないんだよな僕の中では僕のだよ橋本の今までやってきた経験値の中での話だからねだから手取り足取りね教えるっていうことはあのやっぱりしちゃいけないってそれは思ってますそれから2つ目ね 宇宙法則には絶対的な法則っていうのがあって、その中の一つが不干渉の法則っていうのがある。要は、僕はいろんなことを知ってるよ、うんであの。神様のことだとかさ、生まれ変わりのこととか、僕、なんか知んないけどね、すごく自信があるの、うんの。全部説明できんので。僕ね、これでね、お金を取ろうとかね、儲けようとかってね、これっぽっちも持ってないの。だから、あの正直言ってね、 こ,れここはね傲慢かもしんないけど並木さんが伝えようとしているお話それから他の周りの人であのいっぱいねセッションで何十万とか取るような人たちいっぱいいるでしょ有名なその要はスピリチュアル系の大御所うんだけどね僕全然取ってないのどっちかっていうと何ていうの寺小屋寺小屋でも話してる内容は僕ね 絶対負けてないよあの勝つ負けるってそういう意味の張り合いで言ってるんじゃないよ言葉上ね本んにねあの引けを取ってないそれぐらいの自信があるなぜその通りにやってきたことが行動が僕神様から後押しされててどん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 形がでかくなっていってるそういう方向に行け行けって後押しされて背中押されてるから だけど、基本は自分からお金を取ってない。で、かたや、ね、何十万とか、ひどい人になったら何百万って取るんだよ。でそれがいい悪いって言うんじゃないん払う払わないっていう行為そのものには、その払う人にも因果応報があるから、ね、払わざるを得ない、ね、お金を出さざるを得ない状況だから払ってんだろうと思うから、そこに、えー、いい悪いはないよ。けれども、もうこれから、このスピリチュアル業界も淘汰される。 完全に淘汰されるよ。店もいなくなるよ。うん、あれだけ偉そうなこと言ってたあれだけ宇宙のこと語ってたあれだけご次元のことをね、言ってた、うん、そういうね、えっ、すごく有名なあの人がっていう人がこれから消えていくよ。<laughs> 本当だよ。もうね、地球の石屋も今完全にね、闇が暴かれたんだよ。うん、そして これから経済も金融もすべて、ね、嘘が全部炙り出されるんだよ。それと同時に、スピリチュアル業界の闇もこれから炙り出るんだよ。偽物はこれからいなくなっていくんだよ。うん。消えていく。やったー本当だよ。その時に、ね、えー、わけもわかんない、ね、橋本が、もしかすると、 ね、スポットライト浴びっかもしんないよ。<laughs> これね、別に有名なろって言って言ってるんじゃないんだよ、うん。本当のこと言ってるのは一体誰だったかっていうこと。うん、ね、それも、ね、その、良心的にお金があろうがなかろうが、ね、それから、えっ、ー、と、時間がたくさんある人が、ね、その学べようが、それは当たり前だけども、ね、子育てして、 パートに行って、やっとの思いで帰ってきてね、家のことやって選択して、だけれどお金もあんまりない。だからといって外にもなかなか行けない。でも魂も学びたい。そういう人のために、そこにスポットライトを当てて、ね、その今いる生活の場で、どうやったら見たまが磨けんだろう。どうやったらお金かけずに自分で覚醒できるんだろう。そういうチャンスを作ってるのが、 僕の先進見玉磨き小学校だから。うん。すごい尊いことやってる僕。自信があんの、これ。ね。で、絶対にこれが今後脚光浴びるから。本当に来るよ。うん、なのでね、あの、ちょっと僕の一人言なんだけれども、これからスピリチュアル業界は淘汰される。うん。ね、偽物。うん。それから金儲け。うん。 ここに、エゴが強い人。うん。これは、全部、全部神様見てっから。今は放置してるだけ。うん。まあ今は適当にやっとけばいいやいいやって。で、石者だってそうでしょ。ずっと放置されてきたんだよ。長年、レップが。だけどもう、もう生きてられないでしょ、今。うん。どんどん消滅してってるでしょ。退治されてってるでしょ。同じことがこのスピリチュアル業界起きるよ。本当だよ。だから、あのー、ぜひね、 僕生意気なことを言うようだけど、うん、ここだけは僕あのすごくあの強く言いたい、うんうんね、で僕もとにかく天狗にならない、うん、そして、えー、教祖にならない、うんね、で、えー、と,とにかく皆さんと全く目線は一緒、うんうん、一緒に学んでるのただほんのちょっと知ったことを先に皆さんに伝えてるだけこの精神を 今後絶対変えないで生涯を得る。それを僕ね、肝に銘じてるの。ここは約束するよ。ね、ということで、ちょっともう10分過ぎたんで、橋本の一人ごと一旦終わります。ありがとうございます。